はい、皆さんこんにちは、マネリウシです。では今回は信長の予防大使パブキット、キリンが来る2、明智光秀プレイ続けていきたいと思います。秀吉との戦いがですね、まだ続いているという中なんですけども、まずはですね、秀吉の中国地方の拠点、残された2つ、まだ城があります。1つが姫路、ここがね結構城の守り自体が固いですね。城主は栗山善助、これは官兵衛の家老を務めた武将ですね。あと鳥取城、ここもね、守りが固くて、ただここに関して言うと、毛利がね、上市城から進軍する可能性もあるので、優先度で言うと、まず姫路をね、攻略していこうかなと思ってます。で、一方で、畿内の方では、後の大阪城、石山御坊、ここに6000、さらに高屋城に3700、洲本城、淡路城ですね、ここにも3300と、まだまとまった軍が入っているというのが、秀吉陣営になっていますので、これらを見据えつつ、まず中国地方をね、完全に手に入れておきたいなというふうに思います。では早速時間を進めていきます。武田城で一騎か。一騎関係に関して言うと、どうしても秀吉といった和睦をね、してしまわなきゃいけないところではあるんですけども、そこがね、悩ましいところですね。先月の収支です。名簿、雄斎がここで一旦和睦したらどうかということを言ってきてはいるものの、秀吉に関してはね、配下の武将を切りまくってるんで、講和の道は残念ながらないでしょうということになろうかと思いますので、ここはそうだな、大垣に人をもう少し入れておきたいので、軍勢という意味ですね。大垣をちょっと、歩兵をかけましょう。まあ、東側の最前線にあたる大垣城なので、ここはね、下手をすると、織田軍、あるいは柴田軍、勝家ですね。が寄せてくる可能性があるので、ここはしっかりケアをしておきます。大垣城は関ヶ原合戦でもね、攻防の要になった場所ではあるんで、重要な拠点ではありますよね。では進出関係を入れておきます。はっ。で、お金がちょっと不安があるので、開発は見送って恩賞を与えましょう。片付けない。ちょっと待ってね。他、恩賞を欲しがってる人間いる？いないよね。何？菊丸が片付けない、黄色になっている。菊丸は絶対に願いられると困るので、ここは金を積みましょう。で、問題の姫路だ。仮に今姫路に兵を出した場合、明智君11000、善助が1700。これ考えると一気にひねり潰そうかな。三井で自ら出陣して。我に続け。まあ、少し不安のある兵糧ですが、今8月で来月9月にはね、兵糧が入ってきますので、ここは一気に蹴りをつけに行きましょう。明智。うん。明智毛利。明智長宗我部の間に同盟ですね。報告します。さあ、このね、兵糧が入ってくることによって各国の動きがどうなるかですね。秀吉の軍が、機内にまとまった数あるので、これが動き出すとかなり厄介。できればそうならないようにしたいなという願いですね。あと兵糧が入ってきたタイミングで織田軍、柴田軍も動き出す可能性があるので、ここは要注意ですね。やはり、カツラギが裏切ったね。よし、まずは姫城だ。強行で106日か。これ潰せるのかな、106日。かといって、包囲で195日というのは、まあ、言ってみれば、
半年以上ですね、かかるので、ここは3ヶ月強行で兵を失ってでも落としましょう。沢山近辺でも行き報告します。先月の収支です。これより表情を始める。今欲しいのは商業が欲しいので対名と商業でいきます。でとはいえバランスよくね、施策力は獲得をしていきます。これにて表情を終える。合戦系で欲しいものあるかな。これ見殺しはやりましょう。足軽の徴用もします。いや農兵徴用の方が先かな。であとは湾口整備牧畜支援、このあたり今湾口と言われても欲しいものはないので兵糧収入の上がる輸出現地を入れていきましょう。でこの後対面を発動します。対面を発動するのを忘れてしまっていたので、大義名分。あと浮田が今また再び敵対する、その兆しがありということなので浮田をちょっとどうにかしておきたいね。で秀吉とは一旦講和が可能か。これ秀吉と一旦講和するのはありだな。ただできれば姫路城を落とした後であることが望ましいですね。柴田と上杉、ここは柴田についておきます。手を貸そう。勝家を敵に回すのは今決してね、いい結果を生まないと思うんで。使いの者が来たようです。で、橋場より交渉か。無条件、一旦講和して一気を収めちゃいましょう。で、その間にそうだな、池田のちょっと外交状況を確認しましょう。池田は？池田は、勝家とは同盟がないものの、秀吉だったり、浮田だったり、周辺諸国との同盟は抜かりないね。池田とここで、つばぜり合いを起こして、置くのがいいのかどうかというところですね。ただここで池田を潰せればそれはそれで大きいので、そうだな、ここはちょっともったいないですが軍を手を打ちましょう。動かして池田の討伐へと向かいましょう。宣戦布告。秀吉がここでは兵を表立っては動かせないので、助立ちいたす、助立ちいたす。ここはうまくこの感激をついていきましょう。手を打ちましょう。とはいえ常沖の軍1万1000になるのか、かなり大規模な軍だな。ここは高槻を先に落としにかかろう。出陣する。で、かつ、二正面作戦。で、有岡城にも兵を出す。駒が7400か。できればもうちょっと数欲しいけどな。ここは一旦様子を見ましょう。滝川と北条は不参戦。両方ともまだ遠いのでね。あえてどちらの味方につくという、明確な動きはここは取らずに行きましょう。そうか、せっかく講和したのに、開戦したことによって、報告します。収まる一気も収まらなくなってるな。先月の収支です。ちょっと握手だったかもしれない。そうだね。ここは一旦見ついても騎乗させる。で、壊しちゃおう。一旦力を蓄え、
前半の動きがあんまりよろしくないね、本当に。先月の終始です。名を。最初がね、結構重要なんですけど、その最初が全然良くない感じで推移しちゃってるんで、まあ、推移させちゃったのでって言った方がいいのかな。まず池田家にこれほどの力があると思わなかったっていうのもありますしね。報告いたします。先月の収支です。そしたらやっぱり姫路城攻略のために次の手として、まあそれこそ中国地方の兵力を増強しましょうか。お、維新と長谷川だな。両方とも召し抱えましょう。名簿。受けたまわります。さて、そうするとまず歩兵だね。竹田町で歩兵。はっ。この隅城でも歩兵かけましょう。はっ。弓木城なんかも全然兵入ってないからね。これだといざという時に話にならないので。はっ。承知いたしました。こんなところかな。二条城はそれなりに入ってますからね。はっ。沢山でも歩兵をかけておきます。安土も最前線にはなるので、多少収入が減ったとしても、ここは歩兵をかけます。で最後三木城かな。承知いたしました。これで秀吉との、まあ、停戦が解けたそのタイミングで大兵力を投入して一気に姫路をひねりつぶしましょう。まだお金に余裕あるね。純慶が知りましたね。報告いたします。まあ、一通り外交に使っていたお金も、まあ、ある程度回収が済んだというところだと思うので、そうなってくるとやっぱり歩兵をもうちょっと積極的にやりましょうか。特に大垣、長幅、ここは東の備えで、池田家の備えとして浅宮、まあ、御所はもうそれなりの兵力入ってるので一旦止めおきます。で三木城も足軽を入れて承知いたしました。行きましょう。ではこれで対秀吉との戦い、戦線の布告をしていきます。まずは、そうだな、浮田と今先にやるよりかは、やっぱり、秀吉なので、秀吉との停戦まだ解けてないね。秀次の仇とかって言って、今秀吉言ってますけど、秀次殺したのお前だからなって言いたいですよね。お、北条包囲網が結成されたな。まあ、我々としては北条包囲網で北条とその他の勢力が争ってる間にしっかりと秀吉を打ち滅ぼしておいて、次なる強敵をね、見定めていくという動きをしていきたいので、
やっぱり先に姫路城、承知いたしました。ここを攻略しきってしまいたいなというところですかね。さあ農業系も終わりました。これでもう本当に戦線克服できるんじゃない？できない、まだできない。あ、6ヶ月だったと思うんですけどね、停戦が解けるのが。もうちょっと全然違うタイの話をね。あ、そうだ、タイのLINE のテーマパーク行ったので、ちょっとその様子も画面に出したかったけど、もう今更な感があるので、ちょっとどっか別の動画でその様子はお伝えをしたいかなと思います。 LINE のテーマパークね、結構高かったですね。タイ人と、まあ、外国人で、まあ、値段が違ったんですけども、まあ、約3000円でした、まあ、約ですね。なんでちょっとそのね、せっかく3000円使ったので、その様子もお見せをしたかったかなとは思うんですが、ちょっとそれはじゃあ次回以降ですね、画面出します、ね、ちょっとまたね、今ニューオキニちゃんが誕生、爆誕してまして、おっと、旧勢力が敵か、まあしょうがないかな。助太刀いたす、助太刀いたす。ここはなんとか姫路城をまず奪い取りたいので、姫路城に向けて軍を出しましょう。3600まで膨れ上がってるな。となると姫路城よりも先に、どうだろう、鳥取城行くべきなのかな。だ、鳥取城を秀長が守ってるんだな。鳥取城に行った場合って毛利のね、狙う城がなくなっちゃう。いやでもそれって逆にウェルカムか。よし、秀長を先にさせよう。出陣する。もうおきにちゃんはね、作らないっていう風に、まあ一人だけいる、あのにじんりのおきにちゃん以外はもうおきには作らないと心に固く誓ったんですけど、なんとエンジェルにおきにちゃんが爆誕してしまったんで、もうエンジェルに行けなくなるっていうね、なんともな感じですね。勝家とは同盟を結びたい。はっ。姉小路とは同盟の延長を申し込んでおきます。勝家と同盟が結べればでかいぞ。でもちょっとエンジェルの代わりに最近もボスマッサージに入り浸ろうかなと思ってますね、最近では。さあ鳥取城攻略戦です。包囲で57日、これがまあセオリーかな。むちゃくちゃ可愛いんですよ。ただね、電話を結構かけてくるんで、ちょっとねヒヤヒヤはするんですよね。報告いたします。いや電話かけてこないでほしいわーっていう。浮田が領地を狙っている。おー、浮田か。浮田はどうしようかな。神前なんか通るはずもないし、浮田に対してはね、交渉でどうにかできる関係でも今ないので、まあ、ちょっとここは様子見しましょう。でそれとは別に、は、兵糧が早くもピンチになってきている状態なので1万という軍勢を動かしている関係上ですね、ここはこのターンは金を使って兵糧を買い付けておきましょう。仰せの通り。お、特性効果解放、いいね。カチューハット、王道ラクドが解放。王道ラクドってなんだろう。ちょっと王道ラクドを見ましょうか。志特性の王道ラクド、拠点の人口が増えやすくなると。これはいいですね。人口が増えれば当然兵数も増える、そういうことになりますからね。さあ兵糧の潰し合い、奪い合いですね。報告いたします。どっちの兵糧が先に底をつくか。これより表情を始める。ここは軍事が全然ないので、軍事と対面でいく。
そうか、またすっかり忘れちゃってましたけど、これにて対面発動してないね。対面を発動しておきましょう。ゲチを忘れないうちに先に対面。手段は選ばぬ、勝つためならな。で、あとは進出しておきます。で、今回も兵糧を、まあ、ちょっとでもいいからね、買い求めておきましょう。もうそろそろ鳥取城の兵糧は尽きると思うので、まあ、どっちが先にね、兵糧が尽きるのかと。よし、鳥取城落としましたね。もらい受ける。全員処刑する。豊臣家、後の豊臣家、まあ、秀吉の家中のものは皆殺しにしていきましょう。深く。で、一旦騎乗する。いやー、兵糧がないな。持たなそうな気がするんだよね、この兵糧の量だと。騎乗せざるを得ないな。まあ、鳥取城取っただけでもよしとしましょうか。で、残された姫路城を攻略したら、うわ、石山御坊と高屋城だけで合わせて1万5000の軍が入ってるな。で、さらに西賀、洲本に5000ずつ。いや、秀吉の軍まだまだ強いな。侮れない強さがありますね、秀吉。秀吉の方は、拠点7、武将122っていうのが圧倒的ですよね。兵数3万。一方、明智ですが、拠点はね、17と、まあ、秀吉の倍を超えていて、総兵力数も4万と秀吉を超えてますけども、武将数がね、秀吉122に対しては、まあ、明智家42なんで3分の1と。まあ、ちょっと微妙ですね。で、家康のところも、武将71か、それなりだな。島津はまだこれから大きくなってくるのかなっていうところですかね。毛利軍が9万と頭一つ抜けてますね。おそらく北条も頭一つ抜けてんじゃない？そうだね。9万。はい。というところで、じゃあ今回はちょっと鳥取城の攻略しかお届けできていないんですが、次回9月になって兵糧が入ってきたら、姫路城ですね。ここを攻略しましょう。で、その後、まあ、浮田に対しては守りの備えだけしておいて、機内の制圧、池田と、あとは大阪城ですね。まあ、後の大阪城、石山御坊。この辺りを抜いていくための段取りに着手していきたいというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。